4514回目できます。リスナーさんのためにもいいの聞きたいね、最後ね。キーパーか、誰だ、ロベルトか、知らねえな。あ、能力いいね。年齢31歳だからベテランの味でいいシュートとか結構決定機とか防いでくれるかもしんない。マネージメントありがとう。ラストか、いよいよここまで来たか。最後に黒が来るといいな。銀88回できます。トリプルエース来ます。この声の時に顔出してほしい。トリプルエース来、よし、やる男だ。ロナウド放出しなかった。絶対当てる。絶対当てるぞ。クリロナ放出してる。必ず当てるから。ロナウドしてなかった。ロナウド打ったよ。マジ？クリロナ打った。マジで？クリロナ打った。わら。マジで？クリロナわらわらダブル。え、マジで？ロナウド、ロナウド打ったことね、わらわら。え、ロナウド打ったぞ。やったよ。ロナウド放出。え、ロナウドさよなら。今ロナウド打ってたよ。マジで？わら、スンスン。え、マジで？やっちまった。クリロナ打った。いや、嘘だろ。クリロナ放出。わら、ロナウド打った。そんなわけないよ。そんなわけない。クリロナ捨てたよ。ロナウド。なんか GP 増えてるような気するな。放出したやん。クリロナ放出。ロナウド打つ。クリロナ打った。打ってるわ。 TS 下がってる。いない。マジか。やっちゃった。パーチャマでございます。今現在朝8時、元気がありません。なぜかというと、間違えてクリスティアーノ・ロナウドを打ってしまいました。今から課金して取り戻したいと思います。一人だけね、ガチャをずっと引いてたんですよ、配信で。で、一人だけ取っとかなきゃいけないみたいな感じで、やってたんですけど、こう数値がね、下でピピピってやってたら上まで行っちゃって、間違えて契約年数とかで相当しちゃって、上まで戻ってあれみたいな、三角だっけ四角だっけみたいな教えてチェック入れちゃって、あ、四角かみたいな、四角かってなって、その時に一番上のロナウドと一番下のなんとかリコと、ついてて、それもチェックを外さずに打ってしまいました。はい、もうねクリスティアーノ・ロナウド取るしかないです。はい、これはねやるしかない。これはもうね、1万円でぜひね、1万円課金しましたよ。ちなみにね、生配信で1万円その前に課金で引いてて、1万円でね、黒4つきました。ベンゼマ、ラモス、あとフェリペ・ルイス、そして、イニエスタ、ラキティッチも来ました、ね、あ、もうこれはいいよと。これはもうかなり確率がいいわ。気持ちいいな、気持ちよく寝れるわと思ってたら、ロナウドしまいました。でこれはね、もう地獄です。これは地獄、パウロ・オリベイラということで、もうコメントは一切ありません。ロナウド引くしかない。そんな感じですね。もう早くするしかない。もう笑えません。ダメですね。これね。ちなみにね、もう1万円課金してるので、レベル上げてました。めちゃくちゃ上げてましたね。トレーニングコーチ4000円のやつ8枚ぐらい使ってましたね。こうやってチェックしてて、間違えてさ、これ相当しちゃって、あれみたいな、でここなんかあれ逆だなみたいな、でこれやっちゃって、あ、こうやってつけちゃって、ロックするの忘れてたんですよ。ロックしなきゃなと思ってて、試合なんかね、この放出画面するために、あ、これロナウドロックしとかなきゃいけないなみたいな。でもまあうるさい、スシリがね、私にがから放出画面するためには分かりません。分からないんだったらもう黙っといてほしいですね。これはですね、もう終わりですね。この1万円で来なかったら僕はね、引退すると思いますね。これ
地獄ですね。あとね、タナですね。これはね、これはもう地獄ですね、本当にね。いやー、どうしたらいいか、どうしたらいいか分かりませんね、本当にね。どうしたらいいか分からないという感じですね。もう笑えませんね。笑えません。はい。もう笑えませんね。笑えませんね、本当にね。これはね、これはダメですね、本当にね。もうね、地獄ですね。地獄。地獄。このね、動画が10万再生いかないとね、ダメですね。ダメですね、ほんとにね。もうこれはね、これはもう終わりですね、ほんとにね。いやー、ダメですね、ほんとにね。この動画はね、見てて面白くないですよ。テンション低いんで。テンション低いんでね、ほんとにね。面白いことも何も言いませんし。皆さんをね、楽しませたいとか、そういう気持ち、一切芽生えてません。もうとにかくロナウドが欲しい、それだけです。もうなんとかね、ロナウド、パーパーしてほしいと。いう気持ちでいっぱいでございます。お願いします。もう早く来てくれ。一刻も早く来てくれと。ピボンじゃないよ。マヌガルシアですね。もうこれは。もう誰とかね、もうどうでもいいですね、本当にね。うん、もうロナウドが来るまで、ね、もうやるしかないと。もうやるしかないっていうね。10万再生ね、ぜひお願いしますね。ルベン・ペレスですね。このね、友達や、お父さん、お母さん、拡散してくださいね。1日1回見てください、本当に。1日1回、10万再生、15万再生狙っていきましょう。ロナウド、一番強いキャラですからね。間違えて、ロナウド。前回もあったんですよ。2016かな。その当時はね、僕はその当時、まだこの発売したての時期だったんで、選手が揃ってなくて、ヌンクっていうカメルーンのね、選手、取りましたけどもね、その選手を間違えて打ってしまって。すごく悲しかったんですけどね。それはね、ダメですね、本当にね。金しか出ないですね、本当にね。全くね、出る気配がないですね。ちなみにね、これ、気がかりなのがですね、まあ、クレジットカード、まあ、デビットカードですね、元、お金をね、入れとくタイプのクレジットカードみたいなやつなんですけど、それでね、もう、あと1万円入ってるんですけども、ね、あと1万円ね、入ってるんですけども、PSN でね、何回もクレジットカードでね、購入すると、なんか、不正に使われてんじゃないかっていうことで、使用期、PSN が止めちゃうんですよね。使えないようにするみたいな。それかかるとね、2、3日引けないんで、そうなると僕、2、3日ね、もうガチャができないということで、ロナウドはね、引けなくなるんで、もう地獄ですね、本当にね。でも、コナミさんもね、確認してほしいですね。ロナウドを売るときは、5回ぐらいね、はい、いいえ、みたいな。はい、いいえ、ほんと出ないですね、これね。5回ぐらい、はい、いいえをね、確認してほしいです。本当に。汚い、これ枕ですね、これ。すいません、本当にね。もう動画のテンションじゃないですけどね。ロナウドがね、これもう、マークがついてないですね。これどうしたらいいんですかね、本当にね。これどうしたらいいんですかね、本当に。もうこんな早朝から？これは地獄ですね、本当にね。いや、いいサマンディ。いや、これはもうね、全然ダメですね、本当にね。これ黒一個も出ないあるな、これ1万円、この1万円。ちょっとこれ厳しい。ちなみに今、レート960まで来ててね。レートがね、960まで来てるんですよ。あとちょっとなの。あとちょっとで、レート戦行くぞ、みたいな。で、FIFA がね、26日にできるようになるんで、それまでにレート戦にして、一旦、ちょっとね、浮入れ、お休みではないけど、まあ、レート戦に行ったっていうのでね、もうね、とりあえず FIFA に、ちょっとね、地に足つけてやっていきたいっていうね、そういう準備をね、していきたかったんですけどね。もう地獄ですね。ね、ロナウドね。ダメですね、もうね。地獄ですね、これね。これダメですね、本当にね。
これね、アルダルド・ペニャランダですね。かっこいい金髪ですね、本当にね。そろそろね、そろそろ本当にね、もうやる気がないですよ、完全に。もう引退ですよ、これ。完全にもう、だってロナウドですよ。一番強い選手、ロナウド打っちゃったっていうのは、もうかなり、もう喋りたくないぐらいですね。喋りたくない。ローマスパチャですね、ありがとうございますね、本当ね。本当にありがとうございますね、500円ね。うん、500円じゃ、でも2回しかかかちゃいけないなーって今思っちゃいますね、本当に。そんぐらいのメンタルへこんでます、本当に。ありがたいんですけどね。本当だったらありがとうございますって言いたいとかね。言いたいところですけど。2回しか聞けねえなーみたいな感じになっちゃいます。本当にありがたいことなんですけど。もうこれはね、本当に。おっさんが何やってんだって言われそうですけどね。これはね。これは地獄ですね。2番クエジャーですね。これは本当にね。もう喋ってるのが辛いですね。喋んなくてもいいですかっていう感じですけど、本当に来ないですね。てか1万円のガチャってハイスピードで回したらこんなすぐなくなるんですね。いやーダメですね。もうね、もう無理ですね。金も来てねえなっていうのが、あ、金来ましたね、言ってたらね。まあでも黒が欲しいんですよね。実際ペレス会長だったらどんなリアクションするんですかね。間違えて黒みたいな。間違えて黒打っちゃったら、ロナウド間違えて売却しちゃったら、しかも1000ちょっと GP、1080GP とか、ロナウド打ったら100万 GP ぐらいあってもいいと思うんですけどね。この GP がちょっと少なすぎるんじゃないかっていう説はありますね、本当にね。リュカエルなんですね。もう、ふて寝したいですね、これ完全に。本当は今日ね、荷物が来るから、荷物受け取って、東京ゲームショー、ちょっと、時間があったらまた行こうかなって思ってたんですけど、ダメですね、これね。やる気がないですね。無気力状態です、完全に。もう何もね、する気になれません、これは。なんでこんなことになっちゃったんだっていう感じですけどね。これはもうダメですね。そろそろ黒来てもいいんじゃないかと思いますけど、まあジョーさんっていうね、日本でペスリーグで優勝して世界大会出た人、4万5000円課金して黒がゼロだったっていうこともあるんでね。そろそろ行きたいですけどね。全然ダメですね、これね。これはね、この1万円でね、この1万円でね、ぜひ来てほしいっていう感じですけど、全く来る気配ないですね、これね。シェアですね。シェアしましたよ、そりゃ。シェアはしましたけどね。これどうしたらいいのかってね。これはもうね、やっぱロックは大事だよっていう、話ですね。まあね、さっき1万円で黒が4個5個来たんで、確率的に言ったらね、1個か2個なんですよ。って考えたらね、あと2万円分ぐらいの、こう、ありますね。黒なしでも、黒なしの可能性、全然あるなみたいな。これはもう終わってますね。あ、またメッシにつけそうになってましたね。これはかすいですね。だいたい売却画面になって、売却画面に、戻るのおかしいですね。もう売ったら元の画面に戻っていいんじゃないかって思いますけどね。もう地獄ですね、これはね。もう1380円、地獄ですね。もうまだ12分しか経ってない。これはどうすることかって、本当に黒がね、来る気配がないんで、これはどうしたもんかと。いやー、確かにね、今リアルマネーで1万円でロナウドが買えるんだったら買いますね、これね、余裕でね。本当に来ないですね、これはね、いつになったら来るのか。この1万円でぜひね、ぜひ来てほしい。本当にね、早いなと思ったんですよ、今年。あ、ロナウド来るの早いなみたいな、全クリだいって言ってましたけどね。ま
さかこんなやっぱ早朝ね、頭がまだ起きてない状態の時に、良くないですねこういうのはね、本当に。いやーこれ良くない、これはやばいですね本当に。これどうしたらいいですかね、これね。いやこれはねラスイチですね本当にね。いやこれでね、いやないですね本当にね。黒来ないですね、結局来なかった。あ、竜どうですかね、ダメですね。もう1万円、まあクレジットカードが効くかどうか、もう1回ぐらいはいけるんじゃない。でも結構ちょいちょい細かくね、細かく使ってたんで、このバグうざいですよねこれね、このバグはうざいですねこれね、このバグはねうざいですね本当にね。いやー俺しかもちなみに僕これ1万円分買うのに1万800円分ね、来なきゃいけなかったんですけどね。あと9000円しかないですね。9000円しかないんで、1万円分は買えませんね。これはきついですね。これはきついですね。コンビニに走るしかないですね、これはね。金を売った方がいいですね。金を売った方がいいらしいですね。GP がね、高く売れるんでね。これは地獄ですね、これね。まあ、マックスね、コンプして6万円ですからね。そうなんですよ。FIFA に課金しようと思ってたね、お金だったんですけどね。どうしましょうね、これはダメですね、どうしたらいいんですかね。引かなきゃいけないですね、とりあえず5000円ですね。いけましたね、いけましたね、まだいけますね。これはもう寝れないですね、ロナウド取るまでね。もうどん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 行くしかない、うるさいぞ携帯のくせに。そろそろ黒が、そろ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 黒来てほしいですね。帰ってきてるだけですねこれね。そろそろ来てほしい、そろそろ来てほしいですよ。お願いしますね本当ね、お願いしますね本当にね。黒がね、黒が来ないですね、来ないですね。これ放出していきましょうね、もうだったらもう放出していきましょうね最初からね。もうダメですねこれね、地獄ですねこれはね。ロナウドが引けないですねこれね、来ないですね、来ないですねこれね。もうどんどん打って GB 貯めていくしかないですね。お願いしますね本当にね、お願いしますね、マジでね、マジで、マジで黒来てください。お願いします、本当に、神様。神様、お願いします、本当に。もうダメだ。もうダメだ、俺は。もう力が出ない。さっきご飯食べたばっかなのに。力が出ない。力が出ないぞ、これは。いや、ダメですね。鬼ですね。ロナウドしかいないですからね。いや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 。いや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 という感じですね。これはね、面白くないですか、こんな動画見たってね。いやもう、こんなのはね、ビクトル・サンチェス。こんなのはもうビクトル・サンチェス。ああ、黒が来ない。
なぜ来ないんだと、なぜ来てくれないんだと、なぜ来てくれないんだと、なぜ来ないんだと、全くさっきのやっぱりね、よ、黒4個、黒4個ちょっと早すぎた、引きすぎたということでね、ここで大事になってきますね。これダメですね、これはダメですね、本当にね、本当にね、あとちょっととかないですね。なぜこんなに引けないのかと、なぜこんなに引けないのかが分かりませんね。辛いですね、本当に出そうじゃないですね、全然出そうじゃない、全然出そうじゃない、なんだこれ、もうちょっと出そうじゃないか、いつもっていうね。はあ、ロナウド多分ね、20試合ぐらいで40得点ぐらいしてましたからね。もうダメですね、もうね、止まらないですね、黒にね、全く気配ないですね、本当にね、ダメですね、これはね、これはな、どうしたいんですねかね、これはね、全く引けない、全く引けないですね、お願いします本当にね、いや本当お願いしますと、本当にお願いします、もうポンプするしかないですかね。とりあえず、いや来ないですね、ちょっと黒がね、ちょっと黒がね、ちょっと黒がね、ダメですね、ダメですね、いや来ないといけないですね、本当にお願いしますね、本当にお願いします、トマスピナ、本当にお願いします、本当にお願いします、いやこれはダメですね、これはダメですね、ないですね、そろそろ黒がそろそろ来てくれないと、そろそろ来てくれないとダメですね、本当にね、もうやってられないですね、ふて寝していいですか、本当にね、ダメですね、ダメですね、いや来ないですね、どうしたらいいんでしょうかね、引きましたね、誰ですかねこれね、イスコですか、あ、やったです、これはいいですね、これはいいですね、これはいいですよ、これはワンチャンありますね、サイド、左サイドバックはもうこれで安定ですね、これで安定ですね、いやこれでよかった、これはよかった、これはよかった、これはよかったよ、これはよかったけどもだね、黒が来ないとダメですね、黒が来ないですね、モルですね、モルスしますね、来ないですね、とりあえず今日はここまでにしときましょうかね、これね、ここまで行ってダメだったらパーパーしましょうね、もうね、もう諦めるしかないですよ、これは、これはもう諦めるしかない、うん、もうダメですね、これね、これはもうあと250円、6回ですか、6回来てくれと、本当に黒が来る気配がないですね、これもう呪われてんじゃないかと、呪われてんじゃないかというぐらい地獄ですね、いやこれはやばいですね、これはね、うん、これはもうね、金ですね、なんか全然来ないですね、全然来ないですね、来る気配も全くないですね、ムニアインですね、ムニアイン来ないですね、ダメですね、いやダメですね、これね、全然来ないですね、お願いしますね、本当にね、いや来ないですね、トーマス車止め来ましたね、車止め、地獄ですね、本当にね、ラスト2回ですね、終わりですね、これね、いやー来ないですね、本当にね、ビクトルさんですね、コナミさん見てんじゃないかっていうぐらいね、今絞りまくってるんですかね、わからないですけどね、いやこれはダメですね、これラストですね、これで来なかったらもう今日はもう諦めますね、うん、来ないですね、本当にね、
まあ、どうすればいいのか、ちょっと一旦頭冷やしたいみたいな。まあ頭冷やすも何も、お疲れ様でした。あ、まったねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。